をしました。はい、皆さんこんばんは。本日もディビジョン2楽しんでいきたいなと思います。よろしくお願いいたします。やっていきましょうか。皆さんどうですか、バックファイヤー使ってますか。私はね、久しぶりに持ってきたバックファイヤー、最近あのサブマシンガンが私のね流行りですよね。流行り特に基礎ダメージが高い武器、まあ、攻撃力の高い武器が最近お気に入りで使ってるんですが、まあ、たまたまね私の目に飛び込んできた武器がこのバックファイヤーでございます。バックファイヤー使っていこう。いやー、バックファイヤーがね、リロードするとね出血するんですよね。出血しちゃう。こうやって、ね、リロードするとね10秒間出血しちゃうんですね、非常にそれがね厄介。で、いろいろちょっと考えたんですが、もちろんね出血耐性とか状態異常耐性、はい、を持つのもいいかなと思ったんですが、それならね、いっそのこと、回復をね、持っちゃえばいいのかなという感じで、出血を上回る回復があればね、なんとかなるんじゃないかなと思って、持ってきました。はい。ただ、あれなんですけどね、出血耐性のモッドがなかったっていう。いや、こうなるとちょっとまずいんですが、元がないし、ヤールギアとかも私持ってないんですよね、全然。なので修復量モッドとかがたくさんあったんで、そちらの方をね持ってきました。よいしょっと。いや、どうだ、出血を上回ることはできるか、回復よ。今のところあれですね、問題なくいってるのかなっていう感じはするんですが、どうでしょうか。で、出血もね、バックファイヤー のバフ累積が溜まれば溜まるほど出血量も多くなってしまうんでね、辛いところはあるんですが、問題なく回復の方が上回っているかなっていう感じはしますよね、今のところね。で、回復はあれですね、ボラン2つにベルストーン1つにメメントですね。自動回復が、5% かな、最大で 5% つけて、プラスフィクサードローンですね。フィクサードローンをつけております。よっこいしょっと。どうだ。で、フィクサードローンのスキルを少し積んで、回復量を増やしてるんですが、このフィクサードローンがなくなってしまうとちょっときつい時がある。それだけ注意しないとね、フィクサードローンありきなんで、5% の自動回復じゃね、到底間に合わなくなってしまうんでね、出血が。そこだけ注意ですね。注意。よいしょっと。いや、バックファイヤー自体はね、ものすごい強いですよね。よし、ゴー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 。クリティカルダメージはね、全部でどんだけ200累積すると 200%。アップするのかな。いや、すげえっすよね。
なのでグルーコソンプラもつけてますね。グルーコソンプラでクリティカルダメージも少し上げております。システム修復、よっこいしょ。いや、こうなんですよね。ドローンがないとちょっときつい。あー、わー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 あー、よかった、壊れていない。ドローンが壊れていない。ちょっとブラックタスク戦は怖いですよね。ドローン壊されるんで、ドローン展開しないで。どこだ、こう、どこ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 、あのブラックタスクのあのワンワンですよね。ワンワンが壊れた時に一緒になってね、壊れてしまうんですよね、スキルが。それがちょっと怖いんだが、まあ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 。システム、ああこういう時ですね。システム、システム、こういう時はちょっと辛いが、うん、自動回復もまあまああるんで。システム復活、そうですね、ぼち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 リロードしながら、はい、やっていこう。エイサードローン展開、よしよし、いや、いい感じだ、いい感じに戦えているんじゃないでしょうか。どうでしょう。まあ本日はこれで遊んでいきたいなと思います。いや、最近ね、コントローラーの調子悪くてね、ずっとあのマウスとキーボードでやっていたんですが、まあそれのせいかコントローラーがすごく使いにくい。なはは、頑張っていきましょう。またすぐね、慣れるでしょう、うん、あっちから来るか。さあさあさあ、私も行こう、私も現地に集合だ。本当はね、あのストライカーと一緒にね、まあ組んでたんですが、まあストライカーだとすごい厳しい。まあリロード回数ももちろん多くなってしまうし、でその耐性とか回復とかが積めないんですよね、ストライカー積んでしまうとね。エージェントがグループを離脱。だからそうですね、ストライカーは諦めました諦めました。よし行こう。ここが最終ステージですね。しっかりフィクサードローンを出して、出し忘れは禁物よ。もうどこ行くの、どこ行くの。いや、出血するとね、ちょっとこの画面がちょっと暗くなるのが嫌なんですよね。私何が嫌かっていうと、一番嫌なのは出血してもいいかな、画面はちょっと普通にしてほしい普通にしてほしい、そう思う今日この頃。それがバックファイヤーがちょっとね嫌いな理由出血してもいいんで、本当に。もう逃げたくりはできない。よし、こう、行こう行こう行こう。よっこいしょっと。迫撃砲の準備を。迫撃砲の準備を。突っ込む、突っ込む。エージェントダウン。おお、大丈夫、エージェントダウン。うん。あ、いましたね、ブレナ。ペトリス・ブレナ。迫撃砲、早く。おー、タンクがいるのね。はい、私も突っ込もうか、うん、ちょっと後ろのブレナーが怖いが、で、ワンコがワンコがスピード。オッケーオッケー。かかってこい。あ、
いや出血とね回復の狭間って感じです。ちょっと待って、いやいやいや、もうあいつ回復するだろうと思って、回復しろよ回復を。エレセヘ、どっから出てくるエレセヘ。おあっちか、あっちだと。大丈夫か。システム異常発生。まずいか。システム異常はまずい。システム修復。痛い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 、やめてやめて、おけつを打たないで、おけつを。なんせおけつを打たないで。よし、フィクサードローン回復。ブレナーやりたいね、まず。こっち来れる、来れるか、あの方。うん。したら私が回復しよう。いや、こんだけ回復積んでるとね、頼もしいっすよね。あとブレナーだけか。ブレナー、私を狙うな。オッケー、ナイス、ナイスだ。うん、では私あげましょうか。近くの味方を呼ぶ。あれなんだ。いや間違いなく今上げていなかったですよね、はい、手を上げていなかったけど打てました。あとは回収を待つだけですね、はい、アイテム回収して終わりたいなと思います。はい、どうだったでしょうか、ちょっと見ていきましょうか。はい、うん、まあぼちぼち良かったんじゃないでしょうか。こんな感じっすね。エージェントがグループを離脱しました。回復も十分できていたかなっていう感じですね。 1,2,3,4,5,6,7 3000万回復が、うん、あ、クリティカルダメージはさすがに大きいですよね、はい、うん、で本日はこれですね、バックファイヤー、苦難を経験した者だけが他者の苦難を定められる。あ、まあ、うん、間違ってはいないですよね、アウトキャストの心情、うん、でタレントがペイメントインカインド、敵にダメージを与えるとプラス 1% のクリティカルダメージが累積されると。で累積は10秒間持続すると。この10秒間のうちに攻撃しないと、まあ、リセットされますよってやつですね。で上限は200回とする、まあ、全部で 200% ですね、最大。素晴らしい。で しかし、リロード時に自身を10秒間出血状態にし、累積ごとに 0.5% のアーマーダメージを与えるっていうことですよね。すげえ食らいますよね、最大の時。まあよくわからんけど。はい。というような武器ですね。それに私、まあ5ランを2つ積んできました。で、スキル修復、修復量。を積んできましたね。で、モッドの方も修復量を3つ積んできております。で、ソコロフ入れて、グルーポソンプラ入れて、うん、ベルストーン1つですね。まあ、ここ青でもよかったんですが、うん、もう少しね、ダメージ欲しかったんで赤にしました、ベルストーンをね。はい。で、メメント入れて、最大自動回復的には 5% になって、で、まあ、フィクサードローンでさらにね、まあ、回復してますという感じですよね。あれ、あの、なんて、なんでしたっけ、エンペラーガード、エンペラーガードでもよかったんですけど、私、エンペラーガードがいいやつが持っていなかったんで、うん、まあ、今回、エンペラーガードを外して、まあ、ソコロフを代わりに入れたかなっていう感じですよね。はい。いや、どうだったでしょうか。まあ、回復 VS 出血っていう感じでしょうか。まあ、出血耐性なんてもう関係ねえよ、みたいな。出血関係じゃない、出血耐性じゃない。出血なんて関係ねえよっていうビルドでしたね。はい。もちろんね、あの、バックファイヤーじゃなくても、まあ、良いと思うんですがね。ということなんで、また次回もね、よろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは。
お疲れ様でした。